佐賀井サービスエリアは山形県佐賀江市の山形自動車道にあるサービスエリアである。1999年10月23日に開設した山形自動車道で唯一のサービスエリアである。この項目では東 SA 内に併設されている佐賀 SA スマートインターチェンジと佐賀エバスストップについても記載する。構造上上下線の出入り口が近接している。 出入口の両側に、計100台規模の駐車場があり、インターチェンジを降りずとも、近隣の入浴施設、ユチェリーやサイカミカふるさと総合公園に、徒歩でアクセスすることが可能である。佐賀 SA スマートインターチェンジは、当サービスエリアに併設されている、スマートインターチェンジである。構造上、料金所から SA までの間は、上下線とも流出路と流入路が入り組んで、 平面交差しており、一時停止の箇所が数箇所設けられている。2004年12月20日より、スマート IC の社会実験が開始され、2006年10月1日より、高級化された。利用できる車両は、車長12.0メートル以下の全車両である。当初は6時から22時の時間内しかいる。出場できなかったため注意が必要であったが、 2014年6月1日から24時間利用可能となった。スマートインターチェンジとして使用される以前、過去に同サービスエリア付近で開催されたイベントへのアクセス工場の一環として仮出入り口を設置していたことがある。2002年6月14日から同年8月11日まで、現在の佐賀 SA スマート IC と同じ場所に仮設のインターチェンジを期間限定で設置し、 運用していた。当時 ETC の普及は発展途上で ETC を搭載しない車両も利用することができた。東 SA 内に設置されているバス停留所として、佐賀へバスストップがある。ABCDEFGHIJKL 山形自動車道佐賀えサービスエリア公式ホームページ。佐賀へサービスエリア。2019年7月31日閲覧。ファーストフード。 佐賀、え、サービスエリア。2019年7月31日閲覧産直、お土産コーナー。佐賀、え、サービスエリア。2019年7月31日閲覧レストラン。佐賀、え、サービスエリア。2019年7月31日閲覧ベーカリー。佐賀、え、サービスエリア。2019年7月31日閲覧 アクセス。佐賀、え、サービスエリア。2019年7月31日閲覧、AB、山形自動車道佐賀 SA。佐賀、え、上り。東日本高速道路株式会社。2017年1月17日閲覧、AB、オストメイト対応設備一覧。東日本高速道路株式会社。2017年1月18日閲覧、AB、 山形自動車道佐賀 SAA、佐賀、エックダリ。東日本高速道路株式会社。2017年1月17日閲覧。山形道、佐賀 SAA、スマート IC を24時間変え、地元が申請決定。6月に移行山形新聞2014年3月20日付、万越道、新鶴スマートインターチェンジ、山形道。 佐賀 SA スマートインターチェンジ平成26年6月1日6時から24時間運用を開始します。東日本高速道路東北支社佐賀 SA のスマート IC24 時間運用開始山形新聞2014年6月2日付山形道佐賀 SA 仮で入り口完成心よくお出迎え河北新報二千二年六月十五日付佐賀バスストップに関するカテゴリー サガ s s スマートインターチェンジに関するカテゴリー、ありがとうございます。